ウィッパー・アワディー軍は、台南部、スラート・ターニー県にある軍。ウィッパー・アワディーとは、王族で、小説家のウィッパー・アワディー・ランシットに由来する。なお、ウィッパー・アワディーとは、明るさを有するものないし、明るい女性を意味する。1992年4月22日、キーリー・ラットニコム軍から2つのタムボンが分離し、軍軍として成立した2007年5月15日の、 大政府の決定により81の文軍が軍に昇格することとなった。同年8月24日の官報の発行により、公的にウィパーワディ文軍の軍への昇格が確認された。軍はプーケット山脈の中にあり、これらの一部はクローミアン野生生物保護区ケンクルン国立公園として保護されている。軍内の主な水源はヤン川である。交通は 国道4191号線が南北に通っており南にプンピン方面、北にチャイヤー方面とつながっている。東に4262号線が伸びておりターチャーン方面とつながっている。軍内の主な産業は農業やサラリーマンや売り物などの商業である。農業生産として果物類やパラゴムの木、油やしの生産が盛んである。 軍は二つの町に分かれ、さらにその階に三十一の村がある。自治体は設置されていない。また、軍内には二つのタムボン行政隊が設置されている。ありがとうございます。